はい、秋葉原にね来ました。銀座にしようかなと思いましたけどね、秋葉原に来ました。ちょうどあの歩行者天国のところで、こういうようにね、車を止めて、ここが突き当たりで他の車両来ませんからね、まあここであのいきなり始めたいと思います。カメラどっち向けるかな。まあカメラをね、もうあの人通りの方向に向けますね。私が背中を向けることになりますけど、まあまあそれはそれでいいと思います。じゃあよろしくお願いします。これでどうだよ。こんにちは、脱原発マチカフェ TV と申しますが、インターネットで生中継をしながら、脱原発、お伝えをしております。ぜひこの秋葉原の若い方々にもですね、お手伝いをいただきたい脱原発活動ありましてね、皆さん、今、マチカフェ TV という生放送をしてますけど、ネットを詳しくご覧の方、マチカフェ TV 知ってる方、いらっしゃいますかね、いませんかね、私がマチカフェ TV ですけど、残念ですね、いないんですね。まあ、脱原発、毎日ね、こうやってお伝えしておりますが、今、インターネットで生中継をしながら、秋葉原で少しお話をして、あと渋谷新宿と移っていきます。皆さん、もう原発はいらない、放射能はいらない、これはまあ当たり前として、今原発が何基稼働してるか学生の皆さん知ってますか？10基。今ね、たった10基しかもう稼働していません。54基のうちね、10基。それがね、新年正月になるとこれはもうたった4基になります。54基のうち原発はですね、もう年が明けるとたった4基しか稼働していません。ですからね、電力はありますから、もう原発はいらないよ、そういう話ですね。まあ原発はいらない、放射能はいらない、これは当たり前として、どうやって止めるかということですよね。ほっとけば止まるよという意見もありますが、甘い、なかなか甘いですよ。このね、日本の政府、そして東京電力、その関連会社の利益に食いついたものは相当あなた、年間数千万とかいうね、給与とか自分の利権を手放すわけないからね、向こうも必死だから、なかなかね、我々国民が脱原発、原発はいらないってね、言ってもなかなか止まりませんよ。ですからね、ぜひこの秋葉原をネットを中心に活動する諸君に手伝ってもらいたい。それはね、大したことじゃない。原発は年が明けて正月になったらたった4基なんだって。稼働しているのは4月、5月になったらゼロだよ。再稼働を許さなければいいんだよ。これをね、拡散してもらいたい。皆さんぜひね、ツイッターで、ブログで、ミクシーでね、SNS で、どんどん拡散してください。国民がね、この情報を共有するだけで原発止まります。4月、5月まで再稼働を許さなければ原発は止まるんです。今稼働している原発は、さっきも言ったように、54基中、10期、年が明けるとたったの4期になります。4月、5月になるとね、原発の稼働はゼロになりますから、再稼働を許さなければ本当に原発は止まるんです。ですから今、この秋葉原を歩いている若い皆さんの力を借りたい。ツイッターでブログで、この情報を拡散するだけで、原発は本当に止まるんです。本当ですよ、皆さん。皆さんにその力があるんです。
私たちおじさんにはもうそれほど力は残っていない、はっきり分かっています。若い方々、今、ね、この秋葉原で日曜日歩いている若者たちにこそ可能性がある。我々おじさんたちの世代はね、原発を仕方なし作ってしまった。だからもう止めて、放射能も きちんと除染して、若い方々に本当に原発のない安全な日本をバトンタッチしたい。で、このバトンタッチは必ずする。ですからね、少し手伝ってほしい。原発をね、今止めましょう。今しかありません。今稼働している原発が毎月毎月試験で止まっていきます。正月になったらたった4基、4月5月には稼働ゼロになります。再稼働を許さなければいい。この情報を国民が共有するだけで原発は本当に止まります。え、我々国民はバカじゃありませんから、なんだ電力あるじゃないか、原発やっぱりいらないんだということさえ分かれば止まる。だからもう4月5月まで再稼働を許さなければ、このまま原発は毎月毎日毎日一つ二つ止まっていきますから、正月には原発の稼働数ゼロ、ごめんなさい、正月に4基、4月5月にゼロになります。これをね、ぜひ皆さん協力してね、ツイッターとかブログで、なんだ、さっき秋葉原で変なおっさんが言ってたけど、原発って今10基で正月だと4基なんだってさと、4月5月になったら原発稼働ゼロだって、もう止めちゃえよっていうね、そういうツイッターブログ拡散をぜひお願いをしたい。そうするとね、あとはおじさんたちに任せてもらうとね、確実にビシッと止めていきます。脱原発、まあ、原発は本当にいりませんよね。今この秋葉原を歩いている、ね、日曜日いいですよね、秋葉原。ちょうどこういう秋の一日を小春日和って言うんですけどね、こういう幸せな一日をね、日本で長く続ける、そしてこの放射能問題を早く終わらせるためにも原発はいらない。そのためにはね、若者たちの力を借りたい。ツイッターでブログで、こんにちは、再稼働はダメよ、秋葉原なうとかね、ブログでね、おいおい原発ってさ、正月になったらたった4基で、4月5月になったらもう稼働ゼロになるんだって、こういうね、ツイッターブログでの拡散をお願いをしたいと思います。この原発のね、放射能いらない、原発はいらないということでいつも演説をしております。マチカメ TV、 インターネットでだいたい生中継をしながらお届けをしておりますので、今ちょっとこの秋葉原のね、おそらく商店街の方だと思いますが、防犯等のことでお話を少しさせていただきます。一旦マイクを押します。どうもすいません、ごめんなさい、ちょっと確認したいんだけど、街頭演説のね、街頭のその演説の許可は取ってるんですが、それはこれで使ってないというのは、街頭この許可は流して、見てメモなら二重鳴らして、今生中継中なんです、うん、法律は分かってるから、はいはい、はい、警視庁の方でしたので、話が早かったですね、全く合法的な活動で脱原発でございます。マチカメ TV、 インターネットで生中継をしながらお届けをしております。この後渋谷ハチ公前、新宿アルタ前、ちょっと銀座におるかもしれませんけど、繁華街で演説を繰り返していきたいと思います。まあぜひ皆さんで、ね、
短時間でお伝えしますので協力をしてください。とにかく今は原発がもう止まるんです。このややこしいものをね止める、もうね電気はあるんだから。原発っていうのは、私は学生時代工学部で原子力勉強しました。まあ、はっきり言って危ない。原発はね電力があれば使わない方がいいんです。原発は稼働させるのと止めて確保するのでは全く難しさが違う。これは分かりますよね。もう電力があれば原発は自然エネルギーにどん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 変えていけばいいので、原発は止めておけばいい。この地震がいっぱいある日本で、ね、そうだよね、原発を動かすのは非常に危険、リスクを伴う。危ないことをわざわざする必要ないんですよ。ね、歩行者天国だからこうやってあるけど、車がバンバン通るときにみんな渡らないでしょ。それと同じ。原発は動かしちゃダメなの、電気があれば。危ないから、それだけ。しかも、今原発は10基ですよ。正月になったらたったの4基ですね。動いてるのは54基の原発のうち、年が明けたら動いてる原発はたった4基です。4月5月になったら原発全部止まっちゃうんだから、電気があるからもう動かさなくていいんですよ。国民がこの情報を共有すれば原発は必ず止まります。だから今の政府マスコミは国民をバカにして騙してるんです。そうでしょ。政府マスコミが今一生懸命 TPP のことを言ってるけども、大事ですよ。あんなものやっちゃいけないんだけど、問題は今止まろうとしてる原発、今が境目です。国民の判断はここに集中しなければいけない、私は思います。原発はマスコミや政府が私たち国民を騙しているのは伝えないのはここなんですよ。原発は今たった10基、正月になったら4基ですよ。4基、54基中たった4基ですよ。54基のうち50発止まっちゃうんだから。で、わかります？ 4月5月になったら稼働ゼロですよ。もういらない。国民がこの情報をね、きちんと共有すれば、本当に原発は止まるんです。これお願いします。秋葉原の方、ね、ツイッターで拡散してください。ブログで拡散してください。原発は、正月にはたった4基だ。再稼働を許さなければ、4月5月には止まるんだ。これをツイッターブログで若い方々が口々に唱えるようになったら、本当に原発は止まります。そして今核燃料を買っているお金、原発を運転するためにいろんな対策をしているお金、これを新エネルギー、新しいエネルギーにつぎ込むことができます。そうすると我々日本は軽やかに速やかにさっさともう新しい世界に踏み出すことができるんですね。もうすぐ終わりますから、待って。では、よろしく皆さんお願いしますね。あと8棟前に移動しますので、よろしくお願いします。原発はいらない。松風 TV のインターネット生中継で、秋葉原の皆さんにお願いに参りました。ぜひ、Twitter ブログでこの情報を拡散してください。国民が情報を確認すれば、もうそれで原発は止まります。どうもありがとうございました。だから回線じゃないから分かってるって。だからだあれ使ってないでしょ。外線じゃないから。でもダメ、よく勉強しなさいね。ダメだよ、気をつけて。あなた警視庁だろ、さっき見せた。よく勉強しなさい。でも停止、これ駐停車禁止なの、わけのわからない。なら駐停車禁止で切符切りゃいいじゃないか。これは正当な行為なんだよ。邪魔くさいから止めるなんて。分かったな。よく勉強してます。はい。法律違反ではない。駐停車条件が入ってるでしょ。駐停車禁止ならば切符切ればいいじゃないか。外線のことで変なもん切ってダメだよ。もう俺それ忙しいんだから。気をつけて帰ってください。当然です、ありがとうございます。まあ、違うほら、もうほら30分以内にこれ収めなきゃいけないから、結構俺もさ忙しいね。だからコンパクトに言って。法律は分かってるから。じゃあ次気をつけて。大丈夫だよ。
はい、どうもありがとうございました。秋葉原ね、これ以上あまり揉める必要はないんですね。まあ、警視庁の人だったけども、法律は分かってますのでね。またここでほら、やりたいから、これ以上あの揉めると長く、初回はね、パッパと帰って、後でまた来るようにしたいとね。警察とは、話が長くなるので、きつく言わないと早く終わりませんからね。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ渋谷ハチ公前でやります。